がやってることは、思い出に残すためにYouTube に動画アップしております。で Facebook だと、コンコラブラザーズのコンコラとはってと中島さんが喋ってる動画を探すの大変だと思うんですよ。ですけど YouTube ですと30秒で探せますんで、後でスマホを開いた時に YouTube 検索、ソウルステップナイト検索、チャンネル登録、これで、全部非公開の動画も見れますんで、動画っていうのは見せびらかすためにアップしてるんじゃなくて、お客さんの思い出に残してもらうために、あ、この時はこういう踊りやったなとか、こういうこと喋ったなとか、思い出に残してもらうために、アップしております。そしてまた、ショータイムやのお客さんというのはダンスで生計を立てているプロのダンサーじゃなくて一般の方です。一般の方なんで、絶対に不要だけはないように、上手い下手の対象にはしないでください。プロでないので、これだけはよろしくお願いします。それで、皆さん今今日 DJ の、パルスビートって知らない世代の人多いと思うんですけれども、今後ろにパルスビートのロールさんいらっしゃいますけれども、60年代後半から70年代半ばに青山にパルスビートというディスコがありまして、そこの当時の、DJ のロールさんで、パルスビートというのは、直木賞作家浅田二郎さんの書いた霞町物語っていう本にディスコの原点時代のことをよく書いてあります。こういう選曲が流行ったとか、コンポラが流行ってたとか、アフロじゃなくリーゼントが流行ってたとか、そういうことも書いてありまして、実際その今後ろにいらっしゃるパルスビートの徹さんの巻末の方に解説として出ておりますので、よかったら500、600円ぐらいの本なんで、本屋行ったら、買っていただければと思います。それから稲葉さんは、ディスコ全盛期時代70年代半ば後半、すぐ隣にスキアベルっていう地下から最上階までディスコだったビルのネペンタの DJ です。今もうビルごとなくなっちゃいましてびっくりしてるんですけれども、そこの、DJ の稲葉さんはディスコ全盛期時代を担当しております。だからディスコ全盛期時代の選曲は稲葉さんに受けさせてください。それからディスコ原点時代60年代の曲は青山のパルスビートの徹さんにリクエストしてください。本当にね、こうやって、本当に皆さんのおかげだと思っています。それから私もこの衣装はもうすっごい前にサタデーナイトフィーバーを真似して作った衣装なので、これを着るためには普通に生活してたら無理なんですよ。もう本当なんです。だからいつもイベントの時には、もう潰れるまでトレーニングして苦しんで、でもこういう機会を与えてくれてるっていうのはまた皆さんのおかげだし、でそちらにいらっしゃるコンポラスーツ着ていらっしゃる先輩たちも70年代の当時の服を今でも着れるっていうのは普通でないことなんで、やっぱりそういうのを私見てますので、本当に頑張るね、パワーを与えてくれて本当感謝しております。